はい、どうも、44監督です。FIFA21 監督キャリア続きやっていきたいと思います。さあ、ちょっとね、久しぶりになってしまったんですけど、今日も。前回ね、ワールドカップ予選、結構、ね、散々な結果になってしまって、どうしようかなっていうね。もうウルグアイ、やめようかな、みたいな。気持ちもありつつ、適当にやってたんでね、ウルグアイ。まあちょっとフォーメーション見直してもう一回ぐらいやってどうなるかって感じだな。まあね、あっちはもういいんで、マジョルカの方ね、頑張っていかないとって感じだね。で、今日はね、セルタ戦でございます。セルタ戦、そして、ビジャレアル。この2試合をやっていきたいと思います。OK。今現在ね、マジョルカは5位。3連勝したっけ？あ、違うか。引き分けしたんで1回ね。2勝1分けって感じか。OK。いっちゃうぞ。セルタか。そうだね。どうしよっかな。フルスタメンで行った方がいいかな。控えも使っていきたいんだけどな。ちょっと負けたくないからな。ちょっとね、ペドリのね、役割をね。前のままになってるんで、これ変えなかったね。ペドリはね、チャンスメイク。中へ切り込む。バランスサポート。これでいこう。久保ちゃんも、久保ちゃんは自由に動く。これでいこう。これ変えてなかったんで、俺。OK。いっちゃうぞ。ちょっと久しぶりだから怖いな。ジェズスに注目が集まります。ここ3試合で3ゴールと大活躍です。 EATV でご覧ください。これはめったに見られない試合になりそうですね。 OK、 買ってくよ。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。 OK、 行くぞ。さあ、久しぶりだから緊張するぞ。負けたくない。ちょっとそれはね、ダメだったよね。今日のアウェーチームは厳しいプレスを主体としたディフェンスで知られていますね。あ、そうですね。プレスは重要ですし、ミスを誘えば試合の主導権を握れます。おお、誰もいないの。圧力をうまくかわせればいいのですが、そうはさせないのがこのチームです。 OK、 行こう。誰もが活躍を期待するジェズスです。福西さんはこの選手のどんな点に注目していますか？いいね。抜いた。ペドリゴールは OK。 入った。ちょっとパス弱かったからどうしようかと思った。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い、一気に相手ゴールに繋がります。ナイス飛び出し。最後は2対1でしたから、キーパーはノーチャンスでしたね。あのしょぼいパスが焦ったけど。硬いディフェンスに攻めあぐねています。うん、来い来い来い。これは見事に奪いました。はい、サイド。ああ、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。レナト・タピア。はい、取れる取れる。見事なパスカットです。はい、フェーバースから。さあ、どうする。前に進んでいます。うーん、なんか微妙。 OK、 これはチャンスだ。 OK。 ゴール、マジョルカ。弱いぞ、なんか。大丈夫か、セルタ。映像が来ました。このスルーパスが通ってチャンスになります。見事な得点です。うまい。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。やっほー。追加点を挙げたことで監督も嬉しいです。監督大喜び。作戦がぴったりハマったようですね。いいよ。あ、いかんいかん。ザザ、戻って戻って。しっかりキープしています。やばいやばいやばい、これはやばい。まずは1点返したい。嘘でしょ。主審がペナルティです。
体貫通してる。これを決められると1点差に詰め寄られます。嘘でしょん。 PK です。そしてイエローカード。これは PK でもしょうがないですね。うそん、大げさな。取るぞ。よし、よしよしよし、いい位置でカットした。よし、取れない。インターセプトのチームを救いました。ここで大きく前に出します。よし、逆にカウンターじゃん。やん、危なかった。ペドリ、チェズス、ジェズス、サイドでのスペースが広く空いています。突破した。ちょっとそれ無理やったか。危ない場面でしたがクリアしました。味方を使うでしょうか。よし、ナイス。いや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 、ドリブルで敵陣へ持ち込む。オッケー、危ない。オッケー、いいよ、うまいうまい。カウンターアタックに入るか。入ります。これは簡単に抜かれました。ジェズス、ボールはファーポストのジェズスに向かう。ちょっと相手が攻めに来てんな。ブライアン・クフレ、おペドリがいたよ。おい、来た。ドリブルで運んでいます。オーケー。ガブリエル・ジェズスが決めた。前のめりに なりすぎなんじゃないの。セルダー、ペドリをあんなふりにしちゃダメでしょう。リードをさらに広げました。いやー、ダメ押し点になりましたね。ナイス。こちらのカメラからの映像です。ナイス。リードが広がったことで監督も嬉しそうです。嬉しいです。勝ちを確信しているのかもしれません。これは勝ちでしょう。落ち着こう。ババジェズス、ここ出してなかったか。左空いてる。よし、あーいかん。ここはクリアします。ティッ、おい、そこを拾っていかないと。危ない危ない、イエローだよ、気をつけて。前半が終了しました。よし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 。スコアは3対0、3点のリードでハーフタイムを迎えます。この調子でいきましょう。後半開始です。バルセロナはついにお目当ての選手を獲得しましたね。あ、そうですか。はい、この補強は大きいですよ。今後が楽しみです。折り返せるか。あー、ダウン。そうそうそう、スペースへのボール。遅いよ。オフサイドラインを越えてしまっていました。レナト・タピア、やばい。シモーネ・ザザ、よし。ディフェンスの対応が光ります。いいよ。タケからジズス、仕留められるか。フェーバース、あー、ちょっと違ったな。おい、棒立ちにならないで。シモーネ・ザザ、真ん中の人、やっべ、これ入る。決めた。素晴らしいシュートだ。作戦として考えていたとは思うんですが、あー、マジか。期待に応えられる選手はそういませんよ。うちも交代しましょうか。そうだな、グラフェンベルフに帰ってブドウィー行きましょう。オゲ、気を取り直して。ちょっと失点はもったいなかったな。せっかくいい流れだったのに。ババ。ブライアン・クフレ。フェバスから。ジェズス。タゲ。このスルーパスは来た。おい、合わない。ディフェンダーがここで食い止める。まさかの合わない。マルク・ウート。シモーネ・ザザ、ボールをしっかりとキープ。よしよし、このボールをしっかり止めました。いい、ちょっと交代したいな。アタッキングサードに入ってきた。当たってほしいな。チャンスにできるか。ボールをキープしてサポートを待ちます。
よし、このボールはコーナーキックになりました。よし、今年を、ジェイズス疲れちゃってんな、変えたいけどな。でもハットトリックせっかくなら取らせてあげたいしな。フェバスも調子いいんだけどな。ちょっとペドリを中に入れて三笘入れよう。あくまでも攻撃的に。それが我々のサッカーだ。いいボールでしたが、ここはクリア。何かしてきそうですか。怖いな、危な。今のは惜しいコースでしたね。1点差にできれば相手もプレッシャーを感じるでしょうから。三笘ちゃん当て、よし。あ、ちょっとやめよう、やめよう、やめよう。キャンセルしてーなー。ウィレみたいにすぐキャンセルしたい。パスが通る、ゲームを作るパスが光ります。取れる。ここでインターセプト。よし、ターゲ。タッチライン際を上がれそうです。ここはクロスのチャンス。ブダウィ、あー、どうなんか。ナイスインターセプト。ういっす。三笘、あ、いかん。ボールを失います。いっ、ザザ取れない。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、ボールを運び、ゴールに襲いかかります。取れない。味方もサポートに来る。いい位置です。ロマンサイス、よし、ペドリに帰って、フェレイラ。はい、この応援に応えられなければプロとは言えませんね。おい、頼むって。そういう無謀なパス。インターセプト。終わりか。試合終了。ホームチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。いや、後半ダメだったな。ジェズ10、いいね。他はそんなに良くないね。ペドリ 7.9、 ゴール決めたのに。お、レイナの売却が決まったね。スボレとの契約に合意しました。17万円で売却、安いね。もう38ぐらいだからいいでしょう。さあ、ここでマジョルカは2位まで浮上したぞ。いいね、いいね。アトリティコも引き分けたんだ。3勝1分けでアトリティコと勝ち点で並びました。そしてゴールランキングはスワレスの次にジェズス。いいね、いいね。ジェズス、セルタ戦で決勝ゴール。いいね、いいね。大活躍のビオルビアン、しばらくシラバシラバク前にシラバク前になってるけど、マジョルカを去って以来、ブライアン・オリビアンは絶好調を続けています。ギオンはオリビアンをメスに行かせた決断を後悔しているかもしれません。全くしないです。ジェズスのインタビュー。評論家もサポーターも最近のジェズスに目を見張っています。このところ、マジョルカの試合ではチームにも屈指の活躍を見せています。試合に出場するたび違いを作る選手となっているのです。その通りでございます。次マジョルカ、じゃあビジャレアルか。久保ちゃんの元所属先やってやろうじゃねえか。うん、ボイガスが購入付きレンタルでミミの獲得に興味を持っていますと。株から来た子だね。株から上げた子だ。うん、購入付きレンタルで売る気ないんだよな。契約期間2年。でもこれ戻ってこいって言ったら戻ってくるらしいけどね。そういう意味では出してもいいかもしれん。とりあえず購入付きなしで、でも購入付きなしで成功したことないんだよね。買取付き、ほらね。
交渉させろや。